どうも、伊藤新 TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。さあ、始まりました。今回は、将棋ウォーズにチャレンジしていきたいと思います。まずは質問です。伊藤新さんは、月に詰将棋を何台ぐらい置きますかというね、質問なんですけど、これもね、まあ大体なんですけどね、300台ぐらいですかね。1日10問ぐらいっていうぐらいですかね。平均的に10問ぐらいだと思うんで、300台ぐらいだと思います。将棋世界とかね、詰将棋パラダイスの問題を解くこともありますし、人が出してくれた問題を解くこともありますし、昔のね、詰将棋の本とかを出してきて、また解いてみるとかね、そういったこともしています。はい。300台ぐらいだと、棋士だとどうなんですかね、平均的な問題数ですかね。うん。では、マイページポチッと。10秒将棋106勝ということですね。7割並ぶ3厘。で、達成率は 90.6%。100% やっぱり厳しいですね、なかなかね。一回負けると達成率が下がってしまうと思うんで、連勝をね、続けていければと思います。はい。設定ポチと。今回、加藤一二三九段のボイスで、コンピューターとの対戦は対戦しない。対戦相手の強さはかなり強めということで、やっていきたいと思います。10秒将棋通常対局開始。よろしくお願いします。さあ、何でいこうかな。ちょっと気分で決めますね、今回は。将棋っていろんな作戦ありますからね。作戦、戦法、戦型ね。まあ、そういういろんな戦法があるのが、やっぱ魅力の一つでもあると思うんですけどね。自分の個性をこの将棋盤に出せるっていうね、そういったところは楽しいところでもありますよね。あなたが先手です、はい、先手番ですね。対局開始、よろしくお願いします。1、2、どうしよう。じゃあ5、8社でいきますか。初手5、8社でいきましょう。3、4歩か。2、3、まずは居飛車で来るのか振り飛車で来るのかですね。1、どっちかな、これ。3、4。玉上がりましょうかね。はい、玉上がりましょう。まだわかんないですね。あ、これは居飛車ですね。2、3。7六歩と突いて、あ、5三銀型。3、4。もうちょっと珍しい指し方ですね。どうしよう。まあ、一回囲いますか。4四銀。ほう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 。3。斬新ですね。5。知らない指し方になりました。1。銀を上がっていきましょう。1、今4四銀とね、形が決まったので、6八銀上がれるようになりましたね。角と角が向かい合った状態だと角を取られてしまいますのでね。3、4、2八玉と寄って、はい。ああ、なるほど。こういう指し方あるんだ。3、4、6、7。7五ついていますか。うん。8四ついてませんからね。1、はい。これで7八飛車と回って、3軒飛車にね、していきます。7四歩突いちゃおうかな。7四歩突きましょうか。7四歩同歩同飛車、7三歩なら7六飛車とね、自然と浮き飛車にするという感じですね。この後難しいですね。相手の方がね、穴熊に組んでくるのか、それともといったところなんですけど、まあ、一旦5八金左で様子を見ましょうか。でも3三角から穴熊してくるんじゃないかななんて思ってるんですけど。足歩ついてきたってことは何だろう。あ、受けますか、これは。そういう指し方。いやいや、ちょっとよくわかんないですね、これ。3八銀回りますか。すぐに何かひどいことにはならなそうなんですが。同銀の時どこに来るかな。同銀の時5二飛車ですかね。ほうほうほう。これは次5五歩打とうっていうことですね。銀が捕まってしまいますので、4六歩と突いて逃げ道を開けると。5五歩に4七銀引くとね、できれば。はい、ここですね。ここで4七銀引くと、しましょうか。ダイヤモンドミノ。ダイヤモンドミノ。この形なかなかできないんですよね。1、2、3。いや、どうしよう。3六が第一感ですが、3六突こうかな。8。ちょっとね、玉の小瓶が開くのがね、怖いんですよね。2二玉なら3なら桂みたいな感じですよね。さあ、また戻る。また戻るんだ。3、4、5。わからん。3なら桂跳ねたいな。跳ねてみたい。7七角とかね、ゆっくりさせてもありましたね。2二玉寄りづらいですね。2五桂跳ねれますので。うわー、9四歩か。3、
7四歩とかもあるけど、あるけどって感じですね。わかんない、これわかんない。4五歩もあったな。4五歩もあった。2、うわ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 、4、5、迷う、6、7、8、わからん、9、いやー自重してしまいました。2、3、4五桂跳ねれますね。4、5、どうしよう、垂らしもあるな。わかんない、全然わかんない。4五桂同銀同歩魅力的でしたね。これは同歩同飛車、7三歩なら6四飛車とね。お、完璧な指し回しです。近っ。いやーびっくりしましたね。はい、途中で優勢になったってことですかね。じゃあちょっと解析ボタンを押して解説していきたいと思います。こちらは先手番でしたね。初手5八飛車と回って、5四歩と突く形、まあ、5四歩と突く形のメリットは相手に5五歩とね位を取られないことですね。で4八玉と寄って、はい、6二銀でね相手の方の居飛車がね決まりましたね。で、5三銀と、なるほど、4四銀早めに作る指し方はねあんまり見たことない指し方ですね。うん、まあ、4四銀と上がって、まあ後でね3二玉3三角みたいな感じにして深く囲っていくというね、まあ、持久戦狙いの手だと思います。で実戦は、5一金右が早かったので7五歩と突いていきました。これがね例えば8五歩の形ですと7五歩に8五歩と突かれて7八飛車に8六歩と先に飛車先をね交換されてしまうので、それは失敗ですね。これは本譜の形で、ここですね、あ、7五歩の時に8四歩は7八飛車の8五歩7六飛車とね、石田流の形が間に合うという理屈ですね。で実戦は三間飛車に振り直してで7四歩と突いて7筋を交換することに成功しましたね。で、まあ、この辺りもねすぐに3八銀と上がる手もあるんですけど、ちょっと相手の方がねどういう構えにしてくるかわからないので3八銀保留して5八銀なりを急いでるという感じですね。1四歩突いて1六歩受けてと、まあ特に何もない時はね 1四歩と突かれたら1六歩受けた方がね間違いないと思います。で5歩と突いて、まあ、同歩同銀 5六歩もあるんですけど、それは6四銀と引かれてちょっとね悔しいかなっていうところなんで、はい、ここも保留しましたね。で取り込んでから6四歩と、これは油断ならない手で、次に5五歩と打たれると銀バサミでね4七にも6七にも銀を引くことはできませんので銀が捕まってしまうと、ということで逃げ道を開きましたね。で、飛車を回って銀を引いてと、うん、まあ、これで次に7四歩とかね8五飛車とかそういった動きを見せることができますね。で3三角に3六歩とついて、飛車を戻ってと、まあ多分5二飛車から8二飛車ならねこちらは少し作戦勝ちになったかなと思います。2手損しますからね。で、桂馬を跳ねて、まあ、例えば2二玉ならば、2五桂、2四角、4五歩みたいな感じで、8八の角のラインでね、斜めのラインで攻めていくという狙いがあります。で、実戦は、3七桂に対して9四歩と突きました。で、2六歩と突いて2二銀と。やはりね、相手の方も、この斜めのラインをね、警戒してる感じがしますよね。で、角を1回上がって、2四歩に7四歩と打って。まあ、これで投了ということになったんですけど、まあね、どういうことかというとね、同歩だと同飛車で、7三歩には6四飛車と横歩を取る狙いがありますね。そうなると、まあ、こちらの言い分ばかりが通ってしまうので、まあ、優勢になるということですね。で、また、8三飛車とか7二飛車とかね、まあ、例えば8三飛車っていう受け方もあるんですけど、例えば7三歩なり同飛車、同飛車なり同桂、4五歩みたいな感じで、まあ、銀を攻めていきまして、5三銀に3三角成と角を交換してから7一飛車の、あ、7一飛車とね、打っていくような感じで、やはり玉形の差がね、あるんですよね。こちらは3八銀、4七銀、5八金、4九金と、ダイヤモンドミノという形でね、あの、トランプのダイヤみたいな形なんですよね。うん、ダイヤモンドの形で、相手の方ちょっとね、あの、乱れた形になってしまっているので、まあちょっと、ここはね、相手の方強いがゆえの投了だったと思いますね。うん。ただ、4四銀と上がってから、持久戦を目指す指し方はね、結構面白い指し方ですね。うん。なるほど。こういう指し方もあるんですね。はい。ということで、まあ、本局は、途中での決着となりましたけど、うん。まあまあ、うまく指せたかなと思います。はい。ありがとうございました。また見てください。いとしん TV、チャンネル登録、お願いします。